22日フィギュアスケート世界選手権第3日、カナダモントリオール。今季全日本女王の坂本香二23、イコールシスメックス、が合計222、96点で優勝し、1966から68年のペギー・フレミング、米国、以来、56年ぶりとなる史上8人目の大会3連覇を達成した。 通算3度目の優勝は浅田真央に並び日本勢最多。ショートプログラム、SP、4位で臨んだフリーは1位の149、67点をマーク。SP 首位のルナヘンドリックス、ベルギー、を逆転した。21番滑走で登場した坂本は冒頭で代名詞のダブルアクセル、2回転半ジャンプ、を決めて、GOE、 出来栄え点、で1、41点の加点を獲得。基礎点が1、1倍の後半に組み込んだフリップ、トーループの連続3回転、ダブルアクセルからの3連続といったコンビネーションジャンプ、7本目の3回転ループもしっかり成功させて1点以上の GOE の加点を得た。さらに、3本すべてのスピンは最高のレベル4。 拍手の中で演技を終えた後には感決まった表情を見せ、優勝インタビューで、今日はいい緊張感の中で一つ一つ集中してできた。この結果を嬉しいなと受け止めています。と満面の笑みを見せた。今季四大陸女王の千葉モネ、ね、18、イコール木下アカデミーイコールは合計195、46点の7位。今季グランプリ、SP、 ファイナル3位の吉田ひな、18、イコール木下アカデミーイコールは合計194、93点の8位で大会を終了。3人が出場した日本勢は成績上位2人の順位合計が13、以内ならば翌年出場枠が3となるが、坂本と千葉の合計は8、で、 2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツ五輪の出場枠がかかる25年大会は最大3人が出場可能となった。女子フリーに先立ってアイスダンスのリズムダンス rd が行われ、今季全日本選手権優勝の小松原美里、31、小松原健、32、グミイコール倉敷 FSC イコールは66。 92点の20位で23日に行われるフリーダンス、FD に進んだ。